はい、えー、それでは2024年6月7日金曜日20時になりました、えー、毎週金曜日の20時から21時までやってますオンラインでの朝倉美希春船橋市議会報告ご意見をお伺いする会をやります、えー、前半30分私の方から、えー、船橋市議会やその他の活動の報告をいたしましてその後あそれはあの、えー、そのまあ、まあ 今、録画してますけど、えー、YouTube にアップして、えー、そのこの時間に参加できなかった人も、後で見られるようにします。で、その後は、参加者の方と自由に討論をしたいので、録画切りましてあの、えーっと、オンライン上で自由に質疑応答をしていきたいと思います。 最初の30分ですそれでは、えっと、本日6月7日ですが、えっと、まず表紙の写真なんですがこれはあの5月の3 0日に港区長選の正規、えー、愛さん当選いたしましたの応援をに伺った時の写真でありましてこの報告が、えー、今回ある程度の比率になっております。それでは まず、船橋市議会そのものの動きの基本線ですが、あの船橋市議会の開会は、3、6、9、12という3の倍数の月に行います。年4回行います。で、二元代表制ということで、えっと、え二元代表制であの、二元代表制というのは船橋、えっと、市長もあの選挙で選ばれる。そして、えっと その後、えーえー、あの船橋市議会議員も50人が選挙で選,挙で選ばれるとで、その2つの代表が緊張関係を持ちながらあの、まあ、地方自治を動かしていきましょうというのが二元代表制です。それで、市議会におきましては、審議・議決事項があって、議案、これは市長が提案するものですね、発議案、議員が提案するもの、それから請願陳情、これは市民の方が提出していただくものこの。 これについては、審議した上で賛否を議決をします、最終日に。そして、審議はするが、議決はしないものとして、議員が一般質問したり、委員会に担当者の担当課が報告があったりします。今回の議会は、まあ、6月議会と通称してるんですが、5月の27日から開会しておりまして、 ちょうど今週行ったものとしては、6月3日の議案質疑と、私は6月6日に一般質問をいたしました。でこういう流れで船橋市議会は今、真っ最中で進んでいるところです。で、えっと、まずその基本線はきちんとやっていまして、え議案質疑と一般質問、私、両方やりましたので、後で報告いたします。た,、えっと、ただ、ちょっと、実は議会以外の動きが非常に、えー、この1週間ありまして、これがまあ、 いろいろ面白い動きだったんで、それを中心に今日報告していきたいと思うんですが、6月の1日、えー、先週の金曜日の報告会のその翌日ですが、 いろいろありました。10時から11時、私のリアルの勤労市民センターの報告会をやって、その後半には私の駒場寮体験を話しました。そして、東大駒場に移動しまして、ガザ侵攻反対テント村に参加しました。で、実はあの、まあ、ノーワーというあのプラカードを作ったりしました、大学生と。それで その後19時から20時まで港区長選の最終日で正規愛候補の最終演説を聞きに行きましたで先ほど言いましたけど正規愛のが 2, 2, 2日の23時45分に当選が発表されました最近1時間議会報告 1時間学習会的な内容があるんで、えーまあ、ちょうどあの駒場寮院長やってた40年なんでこの話をいたしました。でこの話をあのオンラインでも1回やったんですがあの聞き逃した方で聞きたい人は YouTube で東大駒場祭朝倉幹原と検索いただくと 私があの2016年の熊和祭で、えー、話したときの記録が出てきまして、そこにこのときに話したほとんどが入ってますので、ぜひご覧ください。まあ、泉さんと、えー、泉房夫さ,さんというあの前赤市長と一緒の時代を過ごしたということも語っておりますので、まあ、ぜひ参考にしてください。 さて、その後、えー、3時に駒場に行きまして、えーまあ、ガザ侵攻反対のテント村、これは駒場に跡地の広場に作られているところですね。で、えー、こんな感じで皆さんでプラカードなどを作る作業をしてたんですけど、あのー、参加者は、まあえーと、入れ替わり、立ち替わり、えーまあ、いろんな人が参加してるんですが、まあ 約30人ぐらいいらっしゃったかな。で、実は半分が留学生というか、あのやはり、えー、東大とか他の大学でも留学生が多くて、やはり、えー、留学生の方が問題意識が強いんでしょうかね。やはりこの問題については、あのえー、半分が留学生でした。そして、えっと、半分が、まあ、日本の学生なんですが、まあ、東大生そのものはあの5人ぐらいで、 今日は、いろんな大学から来てます、あの、そのまま、夜になりまして、あの、本当に濃い一日だったんですが。え、港区朝鮮の、えー、あ、港区麻布十番というのは、正規愛さんの、最終演説を聞きに来ました。ものすごい人がいましたね。やはり当選するだけあるということです。あの。 まあここが彼女の基本的な、矢田部十番が地元ということになるんですけど、これだけ多くの人が集まりまして、最終演説を聞き解けました。で私の YouTube サイトに最終演説の様子は1分動画で上げてますので、えー、よろしかったらご覧ください。それで実は正洁愛さんとの関係は、あの実は、 えっと、日本政治法律学会ということで、コロナ直前なんですが、2018年6月4日日本政治法律学会で地方自治を発表したときに、 正規愛さんが港区のこと、私が船橋のことを報告したとき知り合ったご縁です。でその時の司会が、まあ、木村哲也さんなんですけど、まあ、自民党の方なんですが、えっと、彼曰く自民党の市議に、船橋の市議に、えーまあ、出るように電話したけど、うみんな祭りとかで久しくて出ないので、私に電話がかかってきたということで、まあ、そういう。まあ、 えー、形で、えー、呼んでいただいたご縁が、えー、今回続きまして、あのー、まあ、他に、あの、港区で、石渡さんという方も応援してるんですけど、清家さんとの関係も、えー、続きまして、今回の応援に至ったということですね。さて、えー、この正家愛さん、今回の図式は、現職5期、えー、務めていた、 自民、公明、推薦の現職、武井さんで、6期目を目指す現職に対して、70代ですね、正規愛さんと、あとこの、うん、よくわからないんですけど、都議会議員、元都議会議員の人が挑戦したということです。で結果は、こういうことですね、あの正規愛さんが、まあ、2万9651票ということで当選して、1000票ぐらいの差なんですが、現職に勝ったということです。これは非常に力が出る。 えっと、まず自,自民公明推薦の現職に対して無党派、完全に政党支援を受けなかった正規愛が勝ったということで、彼女の実績、本当に子育て世代の代表として頑張ってこられたんで、毎回 3, 3回連続トップ当選か、4回か、4回連続トップ当選だ、だ区議では、えー、という実績もあったとはいえ、 やはり時代の流れかなということです。ただ投票率は、まあ投票率もちょっとだけ上がったんですが、まあ依然として低い状態です。で、逆に言うと、今まで投票率が低ければ、現職とか自民党推薦有利というふうな選挙的な常識があったんですが、投票率が低くても自民党が負けるというような時代になってきて、これはやはり、えっ、ー、と、この間の裏金とかに対する反発がものすごいんだなということがあります。はい。 さて、まあ、これがあのプラタナス公演で応援したときの様子ですね。で、清家愛さんが、まあ、当選後あの、最終演説の様子を自分のフェイスブックページのトップにこう上げたんですけど、ここに私あ、ちょっと目立たないんですけど、ちゃんと映ってますので、ア麻布十番を伺って、あのここに映るご縁をいただいたということです。で、えー、と彼女のインタビューが8日の土曜日の TBS 報道特集で17時30分から行われますので、 ぜひご覧いただければと思います。非常に面白い内容です。さて、じゃあ船橋市議会の報告の方に戻りますあのあの。先ほどの出来事は土日の話ですので、月曜日になったら議会ですね。で、月曜日になって議会の中で、私が第1番目に質問して、2つのことを、あっ、師が提案した議案に対する質問です。で1つが 選挙処分の承認を求めるえということで、えっと、長期有料住宅の普及の促進に関する法律というのができたんですね、最近。で、これは、あの有料住宅に対してそれを促進するためにあの、固定資産税の減額を行おうという施策です。で、その施策を実行するときに、マンションなんかがその認定、新規建設マンションが認定されたときに、今までは、 1え一個1個がえその申請しないとだめだったんですがえ管理組合申請で一括してできるようになっただから一人一人は申請しなくても自動的にえ固定資産税が減額になるという非常にいい措置なんですところがこの措置が新築のマンションについては行われるんだけどえ例えば 既存のマンションで管理計画認定制度というマンションの整備のための条件制度があったりして、それを認定したときもあの固定資産税減額があるんですが、その既存のマンションの管理計画認定制度の時には依然としてこのままでこれが改正されてないですね。で、こう政府の姿勢というのは新築に対してはきちんあの新しいことに対してやるけど、既存で頑張ってる人には改革 しないのかということは非常に残念ですので、まあ、それはこれから市を通じてきちんとこういうふうにあの既存住宅の管理計画認定制度もこういうふうに管理組合が申請すれば固定資産税減免額になるようにすべきだというふうに言うべきだという質疑をしますで。もう一つが、まあ、国家公務員の行田宿舎の跡地に今、えーと 船橋の市役所のそばにあります消防局の本局がここに移転するんですね。で、えー、と港区の,あの、港区じゃなくて港町ですね、ごめんなさい、あのえー、と市役所のそばの方は文書として残る、つまりあ,のあちらの南側の、えー、ための文書として残るんだけど、中央文書という名前になりますけど、えー、本局自身はこっちに来るということです。で、それこと自身はいいんですが、ここの、 6号棟というところを解体、まあ、これ国家公務員跡地があるんですが、これを解体して、えー、ここに作るんですが、ちょっと隣のティアラマークスとの距離が近いので、きちんと、えー、住民体制説明すべきですよという話とか、まあ、ここはもともと中学校用地として確保されたので、中学校は、まあ、ここにあの消防署局を建設をして、 残りの土地が依然、まあ、として中学校用地なんですけど、この地域の中学校、中学生の増加にそれでも十分耐えられるのかという質問をしまして、まあ、それは大丈夫だという答弁になりました。はい、で一般質問は、えっと、えびが上流地区の医療センター、現地建て替えして節約すべきだという話、えっと、そして現地建て替えした結果、海老川上流地区に確保される私有地については、まず、 医療センターにするんじゃなくて、医療センターは現地で建て替えをして、そこには公園とか広場とか、そして別の目的を公募したらどうかという質疑をしました。まあ、市の方は完全に否定しましたけどあの、こういう考え方でやるべきだということを提示させていただいたということですね。あとは えっと、集合住宅へのエレベーター用防災チェアというのがあるんですがエレベーターの隅に三角コーナー的なものを置きましてそこに閉じ込める、まあ、地震でエレベーターに閉じ込められた時に、えっときにその。 まあ食料とそれから水があるとそしてトイレもできるものがあってあと非常に興味深いのはその防車チェアを置くと本当に、えっと、座れるんですねあの日常でもだからちょっと疲れた時に高齢者なんかがエレベーターの中で座れるということで非常にいい政策で港区は配ってますでも船橋は全然まだ配ってないので配るべきだという話をしましたまあ今のところすぐに配らずに防災自主防災組織を えー、結成してもらってそれから配、そこに配る、あのそこにから申請してもらってあの、えー、補助をするというようなことを言ってますけど、もっと担当職に配った方がいいと思います。これは公共施設全体のエレベーターに対しても設置した方がいいというふうに改めてまた主張していきたいと思います。賃貸アパートとプロパンガス利用者への支援策として、賃貸アパートの えー、宅配ボックスがないアパートがあるんで、そこに補助したり、プロパンガス高いので、そこに補助したらどうかという話。それから、漫画アニメイラストというのは、まあ、当面、えっ、ー、と、市議、あ、えー、船橋、広報船橋にイラストを市民から公募したらどうかという。これ、ちょっともうちょっと深い話を、京都青果大学の漫画学部の教授と話した後に、えー、ちょっともうちょっと深めていきたいと思うんですが、まあ、前振りとしてこれをしました。 さて、それで、えっ、ー、と、この間の動きで非常に興味深いのは、やっぱりこれに対する注目度が高いんですね。あの、私の公式サイトは、こんな感じです。今、あの、えー、先ほど19時時点で確認したら、まあ、これ、生物の入試問題回答とかが、まあ、上、一番上なんですけど、あの、ここが2倍になってるんですね。それで、えっ、ー、と、まあ、石丸さんに質問したというのも、ちょっと、ちょっと結構上の方に来てます。 それで、まあえー、とその6位以降になるとやな9位、9位ぐらいに初めて私のれ、えー、略歴が出てきて、あとこの、えー、東京メトロ24時間券という実、実利というか、非常に役立つ情報が出てきて、えー、とようやく12位ぐらいに、 よううやくく船橋の社会問題が出てくるということいこですだから残念ながら、私,、まあ、私も結構あのいろんなチラシを議会報告を配ったりして、ホームページに導入したり、誘導してるんですが、残念ながら、まあ、これからも頑張りますけど、船橋市民の関心はコアな問題に対しては高くないというのが現状で、まあ、でも、 えっと、発信するとそんなにアクセスがあるので、全く関心がないわけじゃないので、あの頑張っていこうと思います。さて、あで、今回、前回からこの報告会自身を、前半の報告部分を YouTube にアップしようということをやってみました。で、えっと、今まで私の YouTube っていうのはあの、ショート動画だと、ショート動画だと1分動画で、これはもともと制度的に結構、 あの再生されるんですね、えー、だからショート動画だと400再生ぐらいいくんですが一般の長い長尺の横画面の動画だとまあ20とか、えー、15とかしかいかないこともあるんですが、えー、今回43行ったんですね1週間で。だからやはり、えー、この 今の時間を逃しても、今私が発表している時間を逃しても、後で報告を聞きたいという方はおられるので、私はちょっと予測としては25くらいかなと思ってたんで、1週間で43行ったというのは、あのまあ、ちょっと一歩前進というか良かったと思うので、やはりこの報告の前半部分を、えー、後で YouTube に公開するというのは続けていきたいなと思っております。今日のやつもアップします。 それで今後1週間、大1週間ごとにこの報告をやっているものですから、1週間の予定ですが、あ明日ちょっと「源氏物語」の話を勤労市民センターでします。これはちょっとあの最近非常に面白いと思っているので、話しますので、興味があればご参加ください。それと今週ちょっ 最近、来週の報告までの予定としては、子ども食堂と連動した学習サポート、塚田公民館、あとは母子生活支援施設への学習サポートをやります。まあ、当然、さっき言ったように、この間に議会の通常会議の日程も入ってるんですが、まあえー、それ以外の日程としては、こんな感じですねで。次回のリアル報告会は、えー、と毎週第1土曜日になってますので、えー、と7月6日になります。で えっと、オンラインは6月14日で、21日が都合悪いので、えっと、21日は飛ばして、28日、7月5日ということになります。で、14日の,あの報告は、まあ、通常の議会報告、オンラインをした後で、やっぱり港区長選というのはあの、きちんともうちょっと正確に見た方がいいので、 ちょっともうちょっと分析的に港区長選を分析してみようかなと思ってますただこれは当然ですけど前提ですけど正規愛さんとかの事務所とか関係なくて第三者としての私が見た、まあ、一応応援してたけどあの選挙の中心の人の何て言うかな分析ではないしそれからこれから清家さんは自分を幼かった区議とも あのきちんとやっていかなきゃいけないので、あまり今さら選挙の対立の分析をするというのは、あの区長になった方からすると、まあ好まないと思うんですね。だから、その意味では第三者である。私がある程度分析的にでも非常にいい教訓がある。 選挙だと思うんで、過去の選挙なんかも比較しながら、ちょっと分析的にやろうかなということを、ちょっと独出しというか、えー、独立にやろうかな。まあ、たい15分ぐらい報告して、あと15分ぐらいは討論という形でしようかなと思ってます。で、7月 6, 6日の議会報告会は、まあ、前半1時間議会報告して、後半は子供の貧困度学習サポート、1回やったんですが、非常にたくさんの方が来てい,る、えー、いただいて、あの、 まあ、もう回参あまた参加したい方もおられると思いますので、これをやろうと思っております。以上で本日の,あの私の方からの報告を終わります。でこれから、あのー、録画を切りばして、えー、あとの30分は、えー、今の、えー、報告に対する質疑や、まあ、その他船橋姿勢、 いや、まあ,あの、日本全体のことでもいいんですがあの、自由に討論しているという形です。で、これは毎週、ちょっと21日の除いて毎週やってますので、YouTube の下の方にコメント欄にアドレス、Zoom のアドレスを書いておきますので、申し込み不要であの直接参加可能ですので、ぜひ YouTube の下のコメント欄を見ていただいて、えー、次回、 参加してあのリアルで参加していただくと非常に嬉しい。後で見ていただいてもいいんですけど、リアルで参加したりする方が増えるとさらに嬉しいですので、ぜひご参加ください。えー、じゃあありがとうございます。これから、あの、えー、録画を切って、あの、一般の討論に入ります。